どうも、折山奈緒です。ですね、ヘアセットバトンが回ってきたので頑張っていこうと思います。西田くんありがとう。はい、まあでも家のもので簡単にできるんで、ぜひ。まあ女の方は難しいかもしれないですけど、まあ男性の方だったら真似してみてください。はい、もう本当に簡単なものでやります。まず3枚以上のヘアアイロンを用意してください。嘘です。はい、市販のヘアアイロン、普通のヘアアイロンを用意していただければ簡単にできちゃいます。で、今回はワックスは使いません、とスプレーだけで、でも今日別にもうスプレーもやんないです。ふわっとさせたいんで僕は。はい、ということで、一応みんなやってるね、オイルだけやっていきます。で、結構髪が僕長いんですね。今本当はちょっとかけてて、あれを、髪を後ろに、だからもうもみあげが結構あるんですね。前髪はこの前切ったんで、まあ結構前は見えるようにはなりました。ですね、結構なんだろうな、王道系の髪型をやりません。今回はもう自己流の髪型にしていくので、あまりこうなんて言うんだろうな、もうあんまりおすすめしないですね。もう自分のヘアセットだし、この髪型自体あんまりやったことないんで、できるか分かんないですけど、まあやればできるっしょということで頑張っていこうと思います。はい、まず前髪を使いませんので、今日は前髪ありでやるんですけど、一応ちょっと前髪の方をちょっとだけでいいんですよね。ちょっとだけなんだけど、こんぐらいかな、こんぐらいをちょっと上にやって待機してもらいます。待機してもらいの重要なのが、本当にこの髪型、前髪なんですよ。前髪で、そう言うの忘れてた。ヘアアイロンの温度は、160度ぐらいが一番髪にいいらしいです。はい、これ覚えておいてください。ということで180度にして、ですね、髪をこう、なんて言うんだろう、これさあ、本当にさ、これさ、檜山とかうまいじゃないですか。シーカールがとか、めちゃくちゃなんかもうなんて言うの、すごい専門用語みたいな言い方されて、なんかもうすげえなーって、勉強してんだなって思うんですけど、僕も全然あんまりそういう方のなんていうの、動画、なんかヘアスタイリング動画みたいな見ないくて、だからもう本当に全部自分で自己流みたいな感じになっちゃうんですけど、まあなんかまあそれも良さが出ていいんじゃないかなと思ってやってるんで、別にいいんですけどね。もうなんかあんまりこういうの見せたくないんですよ僕。なんか何なんだろう、なんかちょっと自分に自信がないというか、なんか需要あんのかなと思って、多分この企画自体なんて言うんだろう、進められてなかったらもう絶対アイランド TV なんかちょっと上げる自信なかったですね。そう、なんか髪をこう日頃なんだろう、いじるっていうのはすごい好きなんですけど、すごいそういうのは普段からやるんですよ。なんですけど、結構ちょっとやっぱりこうね、いろんな人に見てもらうと、多分髪の毛、いやそれ違いますとか、いやちょっとそれ、そのやり方髪痛むんでやめた方がいいっすみたいな、それやっちゃうとあっみたいな、なっちゃうんで、俺は本当にもうあんまり人にこう言われたくないですよ。はい、でまあなんて言うんだろうな、いやなんて言うんだろう、こう S みたいな、
こうなんて言うんだろうな、結構根元から持っちゃって大丈夫です。こう根元から、まあ、束を一つ取って S みたいなくるくるんとした感じの髪をやっていただければいいなと思っております。はい、でこうね、なんか結構もみあげがあるからこそできる髪なのかなとはまあ思いますけど、どうなんだろう、なんかこれね、なんかちょっと自分でも何やってるか分かんなくなってくる。まあ外羽もちょっとだけちょっとってか結構入れるのかな、この髪って。本当に俺もう久しぶりすぎて髪をちゃんといじるのが、なんか家だともうずっとどんなんだろう、もうだからヘアバンドでもうずっともう前髪を上げてる感じだとか、あの一番最初の感じで耳にかけたりとか、あのやっぱり嫌いなんですよね、あんまりこうブワーってのが、そうブワーってのが嫌いなんで、そうなんですよ。だからちょっと前髪を今回は久しぶりにねこう作った重めかな、前髪わかんないもう最近あれなんですよ、口癖がわかんないになっちゃって、ちょっともう変えないとなみたいな、ちょっと変えないといけないなっていうのは思ってるんですけども、暑くねこの部屋。そんなことない、なんでもう7分早すぎね。あれです、ヘアセットバトン次誰に回すか、一応決めたんですけど、わかんない、機嫌がいい時と悪い時があって、なんか僕的にはすごい、あ、先輩で、なんか機嫌がいいって言い方はちょっとあれですね、なんかたまに怒ってるから、今日とかもちょっとわざとなんかちょっとこの後電話しようかなと思ってて、でそれでちょっとなんとかくん暇ですみたいな言い方して、どんな感じなんだろうなと思ったら、もう全然もうちょっとあんまりあれこれ今日しくったかみたいな、しくったかなみたいな感じだったんですけど、もういいやと思って今日撮っちゃいました。まあ早い方がいいですもんね。はい、あ、襟足結構巻き巻きでお願いします、中継つながっております。え、これもみあげ襟足だよね、襟足。そうで、まあ結構クルンっていう感じ、クルンって感じでお願いします。そうですね、なんかでもそうですね、頼んでみてその方に一回聞いてみたんですけど、ちょっとなんか今日はわからない、ちょっとわからないです。でももう多分いけるんで、いけるっていうかもう電話したら出てくれるんで、もうかけちゃいます、今回はかけちゃいます、意地悪なんで僕ね。でトップはもう適当にこうわさって全体的にこう取っちゃうんですよ、取っちゃって、でちょっとやっぱりふわっとさせたいんで、こうやったらふわっと、あ、失敗した、久しぶりに失敗した、ふわっとこうさせるんですね。そうするとなんかもう勝手にこう丸い感じのあれができるんで、なんか喋りながらやってるとなんかあれになっちゃうな、わかんない、なんかまあ、こんな感じでちょっと巻き巻きしていくんで、ちょっと最後の方までスキップします。じゃあ、はい最後は
こんな感じでできました。どうしよう、どうしようか。西卓ってどんな感じでやってたっけ。あと何やんだっけ。あ、スクショタイムしよっか。スクショタイム、スクショタイム、まあ、スクショタイムってどんな感じだっけ。よし、いきます。スクショタイム、よーいスタート。やばい、あーやっちまった。ですね、治ったということで、最後にある人に電話をかけていこうと思います。よし、ひがりくん。なんだよ。ちょ、僕暇なんですけど。ずっと暇じゃない。そんな一日通して暇だったの？いや、暇、そうですね。本当にちょっとなんか悲しくなっちゃう。そういうことよ。ちょ、悲しくなっちゃって言っちゃう。違うんですよ。ひがりくんと話したいんです、僕は。何を？いや、違う。ひがりくんの声が聞きたかったんです、僕は。いやいやいや、本当ですよ、本当ですよ。なんでよ、いきなり電話かけてくるじゃねえよ。 YouTube 見てたんだけど。あ、YouTube 見てた。何の YouTube 見てたんですか。VTuber めっちゃ面白いよ。あ、 VTube じゃあ見ますね、VTube。 うんうん、はい。何、マジで、何動画回ってんの。ん、いや全然回ってないですよ。ダメですか。いや、それダメとか言うとさ、きついかさ、言うとさ、うん、いや、怖えんで、普通に何か罠じゃないかとか俺は疑うわけよ。何の罠ですか。わかんないけど、なんかやらされるんじゃないかとか。ということで、猪狩くんにヘアセットバトンを回したいと思います。マジで、あの、本当にということですね。猪狩くんに今ちゃんと連絡をしたので、やってくれるということで話を進めていきました。今回は、まあ、ここら辺で終わります。あの、次はヘアセットバトン、いやいや、いきなり猪狩くんの声がしなくなったんですけど、ちょっと本当に言ってる。ちょっと確認させてもらっていい。そろそろ切りますね。ちょっと待って、確認してもらっていい。何確認するんですか。ね、はい、あ、回ってます、回ってます。許さないから。いや、俺もこんな感じでした。俺もこんな感じだったんだもん。なんで？なんで？口悪くないですか？やっぱりちょっと僕になると口が悪くなるんです。龍河とかに優しいのにね。そういうとこですよね、猪狩くんね。ほら、こういうとこです。そういうとこ嫌いですよ。いやいや、本当に同じフィールドで考えた、龍河と自分も。龍河は龍河で、お前はお前だ。まあそうですね、俺は俺です。そうだよ、お前はお前だ。で、お前と龍河との間には差があるって、それだけの話で。待ってますよ。いいよ、別に。まあ、お前もだから、知らないです、だから分かってます。だからもうそういうのはどうでもよくて、普通に猪狩くんのヘアセットを見たいっていうのを。嘘つくじゃねえ。いや、本当です、本当です。いや、でもこういうのだってやらないタイプだって知ってるでしょ。ああ、じゃあいいっすよ。僕もう一人いるんで、その方にやれますね。じゃあもういいっす。ここの全部シーンカットでお願いします。ちょっと、もう一人誰、ちなみに。じゃあ、いや、だってこれだって、でもこれ言っちゃったらファンの人が傷つくじゃないですか。あー、だから弾かけただけだ。考えてねえな、俺。いや、考えてますよ、レア君です。え、そんなの必要なの、おい。いやレア君やってないですよ。あ、そうなんだ。いや、ほんとに俺レア君か迷ったんですよ。でも、猪狩君の方がなんかちょっと面白い反応してくれるかなって。いや、違います。猪狩くん、じゃあ違う。レイヤくんも面白いです。レイヤくんも面白いんですけど、違うんです。
なんか猪狩くんと僕ってちょっと変な化学反応が起きるかなと思って。そう、ちょっとま、本当にマジでそろそろ長くなるんで動画が。いや、知らないよ。いやいやいや、だから怒りすぎでしょ。なんでそんな怒るんですか。いや、高くねえからだよ。え、そんなこと言っていいんすか。え、そんなこと言っていいんすか。なんでお前常に脅迫姿勢なの、おかしいだろ。だって、だっていいチャンスじゃないですか。うん、違う、 VTube 見てたの俺は。はい、ということで、猪狩くんがヘアセットバトンを受け取ったということで、次回は猪狩くんがやってくれるということで、なんか最後一言お願いします、猪狩くん。何でもやる、絶対最後の話でとのことです。じゃあどうしますか、猪狩くん。じゃあ最後までバイバイまでやります、一緒に。まあいいとして、はいはい、わかりました。ですね、まあということで、すごい嬉しそうだったので、ぜひ次回猪狩くんがヘアセット紹介してくれるらしいです。ではまた、本当に楽しかったです。またこんな感じの企画ができればいいなと思ってます。ありがとうございました、バイバーイ。I am TV GO FLOW!